はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回もタイはバンコクから信長の皇太子やっていきたいと思います。で、太子両乱石田三成でのプレー続きになりますけども、まあ、前回ですね、武田信玄、あとは武田勝頼、まあ、あの太子両乱では諏訪勝頼になってますけども、この両家を滅ぼして、まあ、美濃から信濃、甲斐と、一大半島を獲得した石田三成なんですけども、今回は、徳川家康を標的に戦略の方を進めていきたいと思います。ただですね、まあ、ちょっとこの後他の勢力の動向を見ながら実際にはね、柔軟に対応をしていきたいと思っています。それでは早速続きの方をプレイしていきましょう。まあ、実はですね、ロケハンを少しやりまして、信長と回戦をしてみたんですけども、信長と回戦するとですね、まあ、勝家、秀吉、家康と、さらにこれに加えて同盟国である長政もですね、家康側につくということで、ここは多分武将の相性とかっていうのが多少史実通りに向くような補正がかかってるのかなという印象がありました。で、今川義元に、回戦を行った場合はですね、北条が今川側につくということで、実はまだ家康に対してはね、露見班をやっていないので、本当にちょっとこれからやってみてどうかなというところではあるんですけども、まあ、できるだけね、動画がお釈迦にならないようにしたいなとは思うんで、なんとかかんとかしっかりプレイの方はしていきたいなと思っています。で、ちょっとね、歩兵も整理していきたいと思ってるんですよ。各城に入れてる兵ですね、ちょっと整理をしていきます。ま、流民の数がね、どうしても足りてないんで、特に戦いが終わったばかりのところは流民数がね、足りてきてないんで、流民保護みたいなものが入ってきたらすぐにでも入れていきたいですよね、そういう施策を。承知した。で、まあ、徳川軍はですね、現状の戦力がだいたい2万で、信長の方も2万なんですよ。で、じゃあ、この光秀の方がどうなってるかっていうと、光秀の方は、まあ、約4万ということで、総兵力数は、まあ、ほぼほぼ互角なんですけど、まあ、いかんせんね、こちらは攻め込む側なんで、同じ同兵力数でね、攻め込んでも、まあ、厳しいは厳しいというところはありますからね。で、大垣城はね、できるだけ多めに兵を入れておいてあげたいんですよね。まあ、左近が入ってるんで、左近のね、兵力がしっかり活かせるような形にしてあげたいなとは思ってます。承知した。承知した。で、この後、浅井と足利とは同盟が切れていきますんで、いつもの兵糧外交を展開していきましょう。まあ、あわよくば同盟も結べるっていうね。報告いたす。先月の終始だ。ご命令を。今しれっと信玄が信長が大垣城を狙っているよって教えてくれたけど、
今信長に攻められると計画が全部パーになるな。室賀証券に進出しましょう。室賀証券に。室賀といえばね、もうやっぱり一昨年の真田丸の、去年でしたっけ、真田丸は。のね、室賀のイメージが強すぎますね。で、種まきに関しては、やっぱり米どころの松ヶ島で行っておきましょう。で、交渉に関しては、浅井に関しては兵糧外交。もうこれで見返りで、同盟が結べれば、完全に目論見通りという感じですね。義輝に対しても同じ条件で展開していきます。で、7月ぐらいですかね、ちょうど9月の兵糧が入ってくる時期を見込んで兵を挙げていきましょう。で、これは浅井が朝倉を攻める、このあたりは何なんでしょうね。史実補正が全くかかってない、やりたい放題な感じですけど。で、浅井側には信長と鈴木か。で、朝倉側には義輝がつく。これはどっちにもつかない方がいいですね。どっちかにつくとどっちかと手切れになりそうなんでやめましょう。で、浅井長政軍9800で朝倉軍が4000。まあ、これは長政が勝つな。その上でおそらく朝倉は滅びそうですね。で、足利とは12ヶ月の同盟が見返り条件、歓迎しましょう。で、浅井とも同じですね、歓迎です。これで5万の兵糧を手に入れたんで、9月の収穫と合わせてどうでしょう、8万から9万ぐらいの兵糧が手に入りそうなんで、なんとかなりそうですね。で、さらに鈴木とも来月同盟が切れるということなので、そこでまた得意の兵糧外交を繰り広げていきましょう。ちょっと今回みんな左近が頑張ってるけどいまいちなんで、再考させましょう。皆さんの考え聞かせてください。良き考えかと。この策はいかがでしょうか。で、干ばつ被害低下支障が入る水路整備ですね。多様な策はどうだ。で、もう一つは古参中世上昇中華、士官10年以上の家臣の中世が来る。今回中世がどれくらいね生きてくるかっていうのがいまいちねちょっと理解できてないんですよね。出奔はあっても謀反とか寝返りっていうのが今回のノーマル版の信長の野望だとないのかなと思っていて、そうなってくるとね、そこまであまり効果を感じられないんですよね。そしたらどうしようかな。領内にある資源を見てみると、画面の右上に出てますけど、今できる牧畜、金山、鉱山でいうと、馬産地が6あるんで牧畜支援やっておきますか。これでちょっとでもねお金の入ってくる量が増えてくれれば嬉しいなっていうところですね。あとはあまりお金をかけずに進出できるところ、八王子に進出して、さらに小田原にも進出しましょう。まあ、この先足軽を大量雇用してるんでお金が減っていくのも早いですからね。で、ここは長宗我部が浮田を滅ぼしたと。秀吉よりも先に滅ぼしましたね。もうちょっと早いかなと思いましたけど、秀吉がね攻め込んでいくのが。で、今鈴木との同盟が切れたという情報がインプットされましたんで、ここは得意の外交戦術を使っていきましょう。鈴木に対しては兵糧、おっと、1万1200が選べないのは心象が低いからというわけではなく、おそらく鈴木も兵糧に困ってるんでしょうね、きっと。まあ、ちょっとそういうところで申し訳ないけど兵糧をもらいましょう。あまりお金をかけずに進出できるところを探して探して探しまくりましょう。まあ、
7月が来たら海戦に踏み込みたいので、そろそろ歩兵をもう一段階上げていきましょうか。で、6ヶ月の同盟は結んでいきます。まあ、やっぱり信玄のいるところというか、まあね、どの城もね、ある程度強力な武将を入れてるんで、どの城でもいいんですけどね、歩兵をかけていくのは。ただあまりにも遠いところだと歩兵をしていても間に合わないというかね、意味がないというかっていうのもあるんで、ついに伊豆半島まで来ましたね。伊豆半島まで。そうするとどうでしょうね、つつじヶ崎館とかってな、ルミンは戻ってきてないの？全然戻ってこないね、ルミンは。しょうがないな、源流戦力で合戦挑みますか。そうすると5万6000、どうでしょう、3万4万の大軍動員した時って月に3万ぐらい減っていきますよね。ってなると7月の開戦まで待った方がいいですね。大垣城でじゃあ歩兵をかけよう。承知した。1ヶ月で集まる兵の最大量にする方がいいよね。承知した。生産性が多少落ちてはいくものの、この一戦に全てがかかってると言ってもいいですからね。承知した。確実に家康の息の根を止めたいんで。で、ここで長政が朝倉を、義景を滅ぼしましたね。で、九戸では南部が安藤家に滅ぼされたか。いやー、各国動きが激しくなってきてますね。表情を始めましょう。さあ表情だ。お、信玄がいるぞ。信玄がいるけど、ちょっともうちょっとみんな五光を放ってほしいな。皆さんの考え聞かせてください。で、信玄の32、秋山信友もいいね。他は農業系がちょっと最近ないんで、堀秀政を入れよう。これにて表情を終わります。このような策はいかがでしょう。で、英才教育が入ると家臣が成長しやすくなる。まあ、家臣がね、どんくらい何が成長したかっていうのがいまいちよくわからないんで、その辺がもう少しわかりやすくなってくるといいかなと思うんですけどね。で、総領外交参った。ただここは今年貢、つまり兵糧が欲しいんで、農兵の年貢増加を最優先でやろう。で、英才教育入れとく。大したものではないんで入れときましょう。でだ、いつもの進出をしておいてだ。承知した。いよいよお金がなくなってきたな。ではここで宣戦布告をしていきましょう。ついにね、家康に対して宣戦を布告していきましょう。我が妻お見せしましょう。で、信長が家康につくのは想定通りですね。で、謙信、鈴木、さらに義継、長政、義輝、つまり五勢力がこちらに味方してくれたわけだな。これなら勝てるな。で、信玄、謙信からは兵糧7000、これも嬉しいですね。では早速、兵を出していきましょう。で、どこに兵を出すかなんですが、まずはどこに入るかなんだよな。いきなり吉田城を攻めると、決戦が85日後、これはないな。まあしょうがないな、刈谷城だ。戦場の上限が8800なんだよな。8800で家康と対峙するのはちょっと危険な気がするんですが
まあしょうがないですね。まず亀山城からは大将高坂正信出すでしょ。あとは長野城からも兵を出しましょう。松ヶ島はあまり出す意味がないんで5所。あとは鳥羽も出す必要ないな。稲葉山は出す？いや稲葉山はちょっと一旦置いて後にしましょう。紀雲城から堀秀政、こっから下はそれなりにみんな時間がかかるわけだな。となると稲葉山から兵3900出すか。でもな、41日かかるのか。鳥羽と松ヶ島は出す価値がないからな。あ、そうか、そうでした。うっかりしてましたね。何をしていい、なんか物足りないなと思ったら援軍要請を全くしてませんでしたね。それです。ちょっと援軍の要請を先にするための検討をしましょう。まず今川に関して言うと義元は駿府にいるですね。で、義輝はまあ御所にいるとして、長政は小谷ですね。で、まあ、大谷義継と、あと上杉謙信から兵を出してもらうとすごく時間がかかりそうなんで、ちょっと今回は義元、あとは長政と義輝ですね。こっから兵を借り受けましょう。誰が出陣してくるかって指定できるんですかね。いや、義輝自ら出陣してきてくれとかって言えたらね、一番いいですけどね。じゃあちょっとね、ここはうまく兵を動かしながらできれば、まあ、刈谷では戦いたくないですよね。戦場上限8800なんで、ここはうまいことかわしながらプレイできればいいかなとは思いますが、一旦兵を入れていきましょう。まず亀山、長野で御所でしょ。小谷からは長政は出てくれないんだな。で、義輝、稲葉山からはどうしようかな、まあ、出すか。で、馬場信春を出して、まあ、ここまでですかね。30日で集められる兵となると、これで総兵力が28100、十分だな。出陣するぞ。で、実はもう一体別動隊を組織したいんで、その別動隊を長篠城へと出していきましょう。で、信玄が1600か、ちょっと兵の数が少ないな。木曽福島から兵2100、高藤から2400、松倉から3300、飯田からは勝頼、道山の1400、あとは駿府から義元、まあ、こんなところですかね。今ね、出せる勢力、兵力でいうと総勢が18000、まあ、別動隊としては十分な戦力ですね。まあ、決戦兵力としては物足りないかなという感じはしますけど、まあ、それでも義元の5000がうまく運用できればいいですね。で、最終的には2万まで増強しましたんで、これで長篠城一路狙いましょう。で、問題は家康がどっちに来るかなんだよな。家康はどうやら刈谷城の防衛の方に来そうですね。そうなると一旦この左近は東軍で松ヶ島に入れて待機させましょう。で、その間に信玄が長篠城を狙い、長篠城に向けて家康が転戦し始めたら刈谷城へ上陸をかけましょう。
で8月ですね。いや兵糧の消耗が思った以上に激しいな。持つのか兵糧っていう不安ですね。かしこまりました。かといってね、家康と同兵力で戦うのは危険すぎるんで。待機せよ。よし、家康は長篠城に向けて転戦を開始したな。そうなるとこちらは長篠ではなく一路吉田城に向けて進撃を開始しましょう。皆の者、我に続け。でここで兵糧の補給が入りますね。報告します。先月の収支です。兵糧の入りがちょっと甘いな。お、利休が入ってくるか。利休が、いやこれは大きいな。まさかね、利休がこっちに来るとは思わなかったな。まあ利休といえば秀吉っていう感じがしますけどね。あ、もちろん召し抱えましょう。そしたら秋になりましたんで、ここは一様に開墾していきましょう。特に米どころ、ルミンが多いところは開墾していきます。ちょっとね、治水がね甘いんで怖さはあるんですけど。かしこまりました。あとはルミンが多いところ、あんまりルミンが多いところはないか。かしこまりました。もうこのターンで使い切っちゃいたいぐらいなんだけどな。合戦にね集中したいんで。何、信玄の方に来たか家康は。ちょっと想定外だな。できれば決戦は、兵力が多い状態で挑みたかったんですけどね。こちらは、まあ、ただそれなりにというか十分な強さを持ってるんで大丈夫でしょう。本陣切り込みにする。本陣切り込みにして切り込み隊を正影に任せよう。こちらは陣がある分有利には戦えるはずだ。しかも家康が自ら戦闘に出てきているともなれば、全軍で家康を袋叩きにしよう。皆の者、わしに続け。狙うはまさに家康の首ただ一つ。敵の居所知れました。覚悟しろ。放て。まあ全軍同士がぶつかる感じだな。これものすごいぶつかり合いになってるけど大丈夫？この戦、これで終わらせる。策のあるものがいるよ。まずは信玄だな。動くこと雷霆のごとし。この攻め、かわしてみせよ。かかれ。これほどと今は飛行でした。策のある者がいるよ。吉本は
足止め。道さんは突撃で信忠の兵を削れる。信繁は臨戦。よし、あくまでも家康の首だ。今は引くぞ。一斉に放て。策のあるもの。いや、さすがに硬いな家康は。兵力も多いしね。ちょっと正影を引かせたいけど、戻れる？お聞きくだされ。覚悟しろ。これぞ我が軍略。侵略する意のごとく。この策で敵を欺か。さあ大丈夫か。なんとか削りたいけどな。今は飛行。今ぞ放て。やりたい前へ。これぞ我が軍略。策がございます。さあみんな頑張って。今は家康が回想を始めてるんで、この機に一気に押し込もう。僕の手じゃ見せてやる。これほどと格の差思い知るがよい。街道一が発動したの初めて見たな。さあ今こちらが押してるんで、このまま一気に押し切りましょう。押し切れるとしたら、もう一部隊配送に追い込めれば勝てるな。まずはお市だな。お市を狙おう。これに敵を侮るのは命取りになりますよ。これにて幕とさせていただこう。皆の者、わしに続け。引っかかったな。さあ押し切ろう。ここは押し切ろう。このままでは。よし、なんとか押し切りましたね。まあさすが信玄っていう感じだな。己を知り、己を知れば百戦して危うからず。ちょっとね、もうちょっと時間がかかってたら戦局がガタガタっと傾いててもおかしくなかったかなとは思いますが、織田家ですよね。信盛を捉えてます。で松平忠義か。忠義は八男とかそんなんですよね多分。ちょっとごめんなさい、記憶が曖昧ですけど、まあ、いずれにしても家康の息子です。片付けない。さあ今回はもう削れるだけ削るというのが目的なので、強行で家康の力を削いでいきましょう。報告します。上杉、松永、鈴木との同盟が切れると。そうなると兵糧外交だな。兵糧外交、表情を始めましょう。でここはさすがの三成ですね。三成一人でどうですこれ。54上げてきますね。で原因もさすがだよな。いやちょっと待ってくれ、マジで優秀な家臣団揃いすぎだな。もうここまで優秀になってきてくれるということないな。これにて表情を終わります。かような策はいかがでしょうか。で正影からは赤備えが来たね。いや赤添えないはすぐにでもやりたいですね。騎馬攻撃力上昇か。ただちょっと騎馬を揃える金がないっていうね、残念なポイントはあるんですけど、そしたら早速赤備えやる。だってこれかなり強力ですよね。赤備えをやるとまず部隊の初撃が強化、まあ、つまり接触一撃目っていうことですよね。でさらに部隊の移動速度が上がり、騎馬攻撃力も上がる。まあ、ちょっと騎馬は持ってないんですけど、
これはじゃあ早速赤ゾーナやっちゃおう。で金山も4つ持ってるんで金山開発、市場開放は第4勢力が進出可能になるか、捨てがたいな。過労臭強化はいらないよね。どっちにするかですね。市場開放か、まあここはでも金山開発にしといた方が無難かな。金山開発にしましょう。あ、さらに鉱山開発もできちゃう。いやさすがだな。兵糧流通もやっとく、まあ、この先ね金で兵糧を集めることもあるでしょうということから。いやさっきの信玄の力で決戦に勝利できたのは大きいですね。家康を撃破できたというのは。これで3つから4つの城は多分取れるんじゃないかな。なんで城を一気にかすめ取りましょう家康から。で今浜松と吉田に兵を送ってるんで、逃げ道を残すな。よし、まず浜松は取りましたね。片付けない。で兵糧がないんでね、ここはもう力攻めで一気に攻めていきましょう。で信玄は長篠へ兵を進めます。まだ死ねぬのさ。酒井忠次はこちらにはなびかないが、さすがだな。まあ、ここはもう敵、つまり家康に抵抗する力はないと思うので一旦逃して後でまとめて雇用しましょう。行くぞ。さらに岡崎城へ進出。進め。兵糧もなんとか持ちそうですね。さあ家康には誰を差し出してもらおうかな。逃さず囲え。何、ここで家康が兵を出してきたか。まだそんな余力あったか。ちょっと想定外だったな。戦場は大丈夫だね。2万6000展開できればさすがに勝てる。さらにこちらはそうそうたるメンバーが揃ってますからね。まあもちろん家康側はどうかというと、半蔵、水野勝成、榊原康政、とはいえ6200、勝機はこちらにある。お任せくだされ。全軍突撃態勢、いや本陣切り込みでいこう。切り込み隊は誰にするかだな。まあ、村上を指揮をしよう。三成出陣してないのが残念ですね。やっぱ三成とね家康といえば誰もが知ってる因縁ですからね。その因縁浅からぬ中の二人が相まみえるということはなさそうなんですが、ここは家康の息の根を止めにかかろう。家康さえ息の根を止められれば信長ももう失速するだけですよ。さあ問題は家康がどこにいるかだな。敵の居所知れましたな。家康は出てきていないか。今ぞ放て。家康の居場所はわからないんであれば、まあ、家康にこだわる必要はないので敵を囲んで包囲戦列していきましょう。さあ行こうぜ。参るぞ、覚悟せよ。始めるぞ、覚悟せよ。我らの勝ち揺るがぬぞ。まあさすがにね4倍の兵力があるんで負けることはないでしょう。叩き潰せ。やりたい前。
まあ油断をするわけではないですけどね。これで負けたらちょっともう。ご命令ください。覚悟しろ。救いようがない。ご覧くだされ。我が策。ご覧くだされ。この策で勝てるはずだぜ。我が策。ご覧くだされ。今こそ。まあ、ちょっと本陣切り込みは不発に終わってしまいそうですけど、まあそれは全然ねいいですからね。逃げないのなら仕方ありませんね。今だ、放て。始めよ。始めるぞ。この策で勝てるはずだぜ。我が策、ご覧くだされ。始めるぞ。ゲチュ、始めるぞ。息の根、止めてくれよ。正々堂々、勝負せよ。まあこの後三河を制圧して尾張も制圧すれば、非武装地帯みたいなところをねある程度作れるようになりますからね。我が覚悟。お見せしよう。さあ行こうぜ。家康の場所を見つけた。どこにいる家康は。この戦すべては我が小中です。家康だいぶ遠いけどな。本陣にこちらの陣かな、陣に向かってきてる感じですね。ご命令を始めるぞ。ご命令始めるぞ。なんかここも泥仕合になってきてるけど、まあいいでしょう。勝てばいい。勝ては官軍と言いますからね。ご命令を。いざ進まん。ゲチュ、始めるぞ。悪がございます。ただそれにしたってちょっとひどいよな。さっきのね家康2万6000を撃破した時もまあごった二冠というかね、突撃同士のぶつかり合いみたいになりましたけど、今回は今回でひどいな。負けてやる気はさらさらねえぞ。敵の居所知れました。今は引くぞ。我らが敗れると。さあこれで勝敗は決しましたね。もうこれで家康は立ち直れないぐらいのダメージを受けたんじゃない。そんな感じしますよね。無理やり動員してきた6000の兵も撃破しましたからね。これはこの回で家康を完全に滅ぼすこともできそうだな。あとは信長がどんくらい援軍を出してくるかっていうのがねちょっと怖いですけど、信長も兵を出してこなければ決まりそうですね。長篠城は強行で、岡崎も強行しましょう。力攻めです。さあ上杉、さらに松永、鈴木とも同盟が切れますよね。なのでいつもの兵糧外交を展開していきましょう。先月の収支です。兵糧もちょうど切れそうなんでね。おっと、上杉からどうしてだよなんかどうしてだって思わず言っちゃいましたけど、どうしてそうなるかな。敵視されるいわれはないんだけど。かしこまりました。敵視されちゃったか、謙信から。どうしてでしょうね。全く身に覚えがないんだけど。まだ果てるわけにはいかぬのでな。よし、秀忠の岡崎城を取りましたね。さあでは息の根を止めにかかりましょう。刈谷城へと進軍します。我に続け。包囲せよ。よし、長篠も取りましたね。
そしたら信玄の部隊は一旦兵を返しましょう、まあ、このままね止めおいても兵糧食うだけなので一旦解放して刈谷城で最後家康の息の根を止めよう。兵糧は鈴木から5800ゲットで、松永久秀もいいですね、24ヶ月の同盟はありがたい。で、左近は力攻めにして刈谷城を取りましょう。こっからは本当に内政をやる余裕が出てきそうですね。ご命令を。いや、これでまた収入も一気に上がるな。かしこまりました。承知した。まあ、ちょっと火巻きをするんだったらやっぱ松ヶ島なんだよな。承知した。さあ家康は誰を持っているんだ。まあやっぱりあの一戦ですよね、信玄2万と家康2万6千で戦った、あの戦いに勝利できたのが大きいな。でもね、本当大使はこの決戦で勝つか負けるかで全然流れが変わりますね。家康2万が壊滅したことによってこんなにあっさり三河一国を取れるとは思わなかったですからね。まあ、全員雇っていきましょう。それにしても強力だな家康の家臣団は。で、女子は誰がいるんでしょうね。女子はというと、まあ、武勇が低いでしょうから武勇を低くして見ていくと徳川光圀とかいるんですね、この時代に。まあ何でもありなモードにしてあるといえばそれまでなんですが、徳姫がいるな。徳姫が、お、千姫がいますね。千姫は勝頼、秀頼の性質ですよね。じゃあ千姫を差し出してもらおうかな今回は。まあ全員登用します。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回はね、家康三河を取りました。次回は、このシナリオを始めた時からお話してるいよいよ信長攻めになるのかなと思うんですが、またちょっとね、謙信とも同盟が切れて敵視されているようなので様子を見ながらプレイの方はしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いいたします。